準優勝戦1つ目の第9レース上下りの3対3です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇の菊池スタートを決めていますが、4角から4号艇の湯川も覗いていく。さあ4号艇を牽制しながら1号艇の菊池が逃げを図る。続いて2号艇4号艇6号艇5号艇ですが、1号艇の菊池がうまく立ち回りました。スタートは前提正常でした。抜けました1号艇の菊池。さあ2番手が4艇集団、6番2番4番5番です。1周にマーク菊池が回った後、6号艇の太田が先取ってくる。切り込んでくる2号艇の市橋隆。2号艇の市橋が2番手リードを取ってきました。6号艇の太田3番手、上位体系が1番2番6番となって2周目です。先頭は1号艇の菊池康平、2周1マークをクリア。2番手で回る2号艇の市橋隆、内を狙って6号艇の太田ですが、ここは差が広がる。2番手は2号艇の市橋隆、上位体系は1番2番6番。その後方に5号艇馬場芳也、4号艇湯川浩二、3号艇谷村和也の順です。2周の2マーク、先頭は1号艇の菊池、続いて2号艇の市橋、3番手は6号艇の太田でホーム側です。上位体系1番2番6番、6番のすぐ後ろには5号艇の馬場芳也が迫っています。レースは最終周回、前の2人は抜けています。1号艇の菊池康平と2号艇の市橋隆。さあ攻め寄ってくる5号艇の馬場を握ってかわしました。6号艇の太田がっちり3番手、上位体系は1番2番6番126126の3連単のッツ 47.5 倍となっています。さあ先頭は1号艇の菊池康平、メモリアルは2年連続で優出となりそう。5枠はしっかりとものにしました。そして2番手2号艇の市橋、1番2番の体勢、準優勝戦1つ目第9レースまもなくゴール。1番ゴール、2番ゴール、6番ゴール、4番と5番、5番と4番は接戦でゴール、3番ゴール。以上前提ゴールにしました。1着1番、2着2番、3着6番、菊池選手49秒2という勝ち上がりタイムでゴールしています。 SG 第66回ボートレースメモリアル、1つ目の準優勝戦を勝ちました菊池康平選手にお話を伺います。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいスタートがいけました。あ、納得のスタートですね。納得のスタート、はいはい、ではレースを振り返っていきたいと思います。スタート練習の時からいい感じのスタートが、そうですね、スタート練習決まらないと本番も思い切っていけないタイプなんで、はい、スタート練習は相当集中して やれたんで、あ、はい、そうですか。でここも思い切ったスタートがいけました。はい、1マークまでのここを改めて見てみるとどうですか。いや、湯川ちゃんにかなりプレッシャーかけられたんですけど、はい、まあ、もう42歳になったんでね、落ち着いて回ることができました。そうですか、はい、今まで落ち着いて回れなかったんですか。そうですね、慌てんぼうだったんですけど、慌てんぼうだった、はい、42歳になりました、ね、そうですか、はい、ここまでの予選道中の走りの中では、はい、結構競ってるレースも多かったんです。そうですね、結構それで競り勝ててたんで、うん、リズムはいいと思います。ちょっとこそっとね、うん、1号艇になった感じなんで、あんまり活躍した感じないでしょそんなことないですよ。明日もこそっといきたいです。こそっといきたいですか、はい、改めて、現状モーターの仕上がり具合どんな感じですか。そうですね、ここっていう足はないんですけど、すべての足が、高水準で、今はかなり納得してレースいけてます。そうですか、はい、あんまりこそっとじゃないかもしれないですね。じゃあ、いや、まだこそっとしてると思うんでまだこそっとしてる、はい、あんまり目立たないようにしておきます。わかりました、はい、メモリアルいろいろご縁がありますよね。そうですね、はい、はい、去年からの連続優出と。あ、そうですね。そうです、はい、はい、去年ちょっともやもやしてましたけど。いや、去年、あ、もやって天気がですか。いや、本人の気持ちも。去年はものすごい足が出てなかったんですけど、はい、まあ、去年よりいい成績を取れればいいかなと思います。わかりました、はい、では明日のレースに向けてファンの方にもう一言お願いします。はい、しっかり頑張ります。菊池康平選手にお話を伺いました。明日頑張ってください、はい、ありがとうございました。
6コースが6号艇の羽野直也、枠成です。3対3準優勝戦第10レースインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇の新田がスタートをバチッと決めて、その後は3番と5番をじわりと覗いていきますが、1号艇の新田がまずは逃げる。2号艇の白井の差しハンドル、続いて3号艇、5号艇、4号艇、1号艇の新田が逃げています。2号艇の白井が2番手につけている。スタートは前提正常でした。1番2番の体勢で3番手が5番と3番がほとんど並んでいます。まずは1号艇の新田、続いて2号艇の白井、5号艇の松井の内を差して3号艇の石渡哲平、前の2人は1号艇2号艇変わりません。3番手はわずかに3号艇の石渡が前、そのすぐ後ろに5号艇の松井の体勢。さあ2番手3番手も詰まってきました。西内マーク、2番手は3号艇石渡が先取る。マーク機は差し込んで2号艇の白井英治、ここはがっちりと2番手を確保します。2号艇の白井、3番手3号艇の石渡の内にさあ上がってくる5号艇の松井茂、5号艇3号艇3番手は接戦です。2周の2マーク先頭、大きなリードは1号艇の新田、2番手は2号艇の白井、3番手は5号艇の松井茂が先に待って、3号艇の石渡差しに構えましたが、前に出たのは5号艇松井茂、5号艇松井が3番手、上位体系は1番2番5番、しかし後半は3号艇の石渡哲平4番手、最後の1マーク先頭1号艇新田裕志、2番手2号艇白井英治、3番手で5号艇の松井茂、3号艇の石渡が続きましたが、3番手は5号艇の松井が前、上位体系は1番2番5番、この125、1253連単は 17.5 倍です。1号艇の新田裕志、ここはしっかりと高枠ものにしました。そして地元から優出見えたのは2号艇の白井英治、3番手5号艇の松井茂が取り切って間もなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。第10レースの準優勝戦、1着1番、2着2番、3着5番で確定。新田裕志選手、好タイム48秒4、今節の一番時計です。2連単1番2番は330円、3連単1番2番5番は1750円、その他の払い戻し、ご覧の通りです。2つ目の準優勝戦を勝ちました。新田裕志選手、お疲れ様でした、はい。ありがとうございます。はい、いい調整ができて、臨めた準優勝戦でした。そうですね、ちょっと転じった感じが微妙だったんですけど、はい、結局本番の足は良かったと思います。良かったですか、はい、ではその本番レースを振り返っていきたいと思います、はい、1コースから思い切ったスタートは踏み込めました。いや、また悪い癖で、はい、ちょっと転じが遅れたんで、早めに行ってでもしっかり、うん、まあ入るとこまで下げても伸びられてはいなかったんで、はい、ただターンはちょっとやっぱ緊張してたのか、はい、寄りすぎてましたね。そうなんですね、はい、その緊張はメンバー的なものもあるんですか？メンバー良かったですね、はい、まあ緊張っていうか、うん、気合い入れすぎて、はい、ちょっとスタート練習からスタートも入んなかったんで、はい、ね、そのスタート写真も何度も何度も見返して、はい、何度も何度もこう、そうですね、まあ、基本的にこれなら入るだろうっていう起こしが自分の中であるんですけど、はい、まあ、それよりちょっと早めに、はい、まあ、遅れないことを優先できました、はいはい、そうなんですね、3周ゴールしまして1分48秒4と今節の一番時計、はい、あ、やっぱエンジンがいいんでしょうね、結構、はい、最後の方は流してたんで、本当エンジンのおかげで、はい、優勝戦乗れたと思います。そうなんですね、はい、改めて、うん、そのモーターなんですが、うん、現状仕上がり具合はいかがでしょうか？現状、まあ、ずっと変わってないんですけど、うん、いい状態です。いい状態、はいはい、下関優出4連続ちゃうそうそうそうなんですよ、もう地元と呼んでもらってもわかりました、はいはい、ではその明日のレースに向けてファンの方にもう一言メッセージお願いします。ぜひ優勝目指します。新田裕志選手にお話を伺いました。明日も期待します。はい、
5コース5号艇の中谷隼人は SG 初優出へチャレンジ、6コース6号艇の中澤和志、準優勝戦ラストカード第11レース、地元寺田の引戦、1番2番3番4番5番6番スタートしました。1号艇の寺田スタートを決めています。6艇がそれぞれいいスタートですが、まずは1号艇の寺田がいい速攻体制、2号艇の吉川は差しに構えて、続いて差した3号艇の峰、1号艇の寺田が逃げています。スタートは前提正常でした。1号艇寺田がトップ、2番手は2号艇の吉川、すでに少し離れて3号艇の峰、1周の2枠トップでクリアします。1号艇の寺田、2番手で2号艇の吉川、続いて3号艇の峰が折り返してきます。上位の体型1番2番3番、3番峰の内側から5号艇の中谷がスーッと上がってきています。3番手が接戦模様で3号艇5号艇2周1枠、さあ3番手まずは5号艇中谷が先に回ってきました。引いての差しハンドルは3号艇の峰龍太、3番手はまだ接戦です。3号艇5号艇、わずかに3号艇の峰がリードを奪いながら、今度は2周2マークの旋回です。先頭は1号艇の寺田翔、2番手2号艇の吉川元博、それぞれ2マークをクリアする。3番手ターンは3号艇の峰龍太、外襲いかかる5号艇の中谷隼人が食らいつく。さあもう一度3号艇の峰を捉えてきました。5号艇の中谷、3号艇5号艇ラップで大時計前、その後方は6号艇中澤和志、4号艇片岡正弘、先頭は1号艇の寺田、2番手2号艇の吉川と回り、3番手は3号艇の峰龍太が振り切ってくる。上位体系1番2番3番、このまま1233連単は7枚ちょうど。さあ先頭は1号艇です、寺田翔、地元 SG 準パーフェクト V へ王手となります。ラストコーナーをクリアしました。2番手2号艇の吉川元弘で、ここも1番2番の決着となりそう。3番手は3号艇峰に、最後まで5号艇中谷が食らいつく。先頭1番ゴリン、2番ゴリン、3番5番5番3番接戦でゴリン、6番ゴリン、4番ゴリン、以上前提ゴールにしました。1着1番、2着2番、3着3番で確定を迎えました。結局準優勝戦は3つとも 1-2 決着という形で、このまま行くと、予選の上位6メンバーがそのまま優勝戦へという状況になりそうです。寺田翔選手1分48秒6の勝ち上がりタイム、払い戻し2連単1番2番は340円、3連単1番2番3番は700円。3つ目の準優勝戦を勝ちました寺田翔選手にお話を伺います。お疲れ様でした。はい、今日は1日落ち着いて過ごせました。そうですね、まあ比較的、もう特に何もすることなかったんで、はい、はい、ではですね、レースを振り返っていきたいと思います。はい、ちょっとこう追い風緩やかに吹いている、追い風でしたね。ちょっとスタート展示から追い風になってたんで、はい、まあ、スタートがちょっと気をつけようかなって感じだったんですけど、いつもの下関の感じでした。水面のコンディション的には どうなんでしょう。いつもどうですかね。結構走ってるんですけど、はい、すぐ忘れるんでそうなんですね、はい、ただ今日の水面のコンディションとしてはもう絶好、逃げ絶好の、いやどうでしょう、逆の方が良かったですかね。ちょい向かいぐらいの方が、はい、そうなんですね、そういう思いを持ちながら、はい、どうですかこう船足の手応えとしては。やっぱり足は、まあ、展示タイムも出てるんで、本当にいいと思います。そうですか、はい、改めてこの準優勝戦を振り返ってみると、はい、どんなレースだったと思われます。まあ、実際1コーナーちょっと失敗してるんで、まあ、明日は同じようなミスをしないように、はい、行きたいかな。そうですね、そうですか、はい、ただ逃げてこられた、はい、その勝因を考えるとどうですか。まあ、展開っていうか、はい、まあ、それもあるんでしょうけど、展開ですかね。まあ、ちょっと刺されたかなと思ったんで、はい、正直、ね、はい、ちょっとターンマークだいぶ開けたんで、はいはい、ただやっぱり直線に入って伸びていくっていうのも勝因の一つだったんじゃないですか。そうですね、そこ殺したくなかったんでちょっと思い切って回ってみたんですけど、はい、
そしてもう一つ、改めて優勝戦をどのようなレースにしたいですか。はい、いやもう似たような感じで、うん、もう逃げるだけですね。はい、うん、あと一つですね。そうですね、はいはい、メモリアルは本当に思い出深いレースですよね。そうですね、なんかね、山口県に縁があるというか、うん、はい、うん、そうですね、はい、はい、その優勝戦もしっかり楽しんで優勝したいですよね。はいはい、そうですね、はい、はい、地元でとりあえず、2人残ったので後ろにしっかりついてきてほしいですね。わかりました。はい、では最後にファンの方に熱いメッセージを一言お願いします。はい、しっかり逃げて優勝します。お願いします。寺田翔選手にお話を伺いました。明日も頑張ってください。はい、頑張ります。明日の優勝戦、ポポヨカ君の予想は当たらないので真似しないでね。最後までご視聴ありがとうございました。おいー